皆さんこんにちは、りょうきです。はい、今回ですね、皆さん、高知氷って知ってますか？はい、そうなんですけど、まあ、ちょっと前に、なんか流行ったっぽいんですけど、紅茶を凍らして、それをなんか牛乳とかに入れて可愛いよねっていうのがあるんですけど、今回はそれ終わって、どんどんおうちカフェしていこうと思って、やっていきます。では、紅茶氷！ティティティさっき紅茶氷のレシピ見たんですけども、超多分本当にもう、トントントンみたいな3ステップぐらい簡単なので、もうやっていきます。この中に水を入れてきます。はい、入れてきます。はい、こんな感じで水を入れてきたら、プリーン！この、アールグレイ、ネスティー、あ、ネスカフェだ。ネスカフェです。ネスカフェのネスティーの、初めて飲むわ。ネスカフェのやつをなんか、濃く、いつもよりも 1.5 倍入れてくださいって書いてあったから、これ2杯分なんで、僕完成品飲む一人は一人なんで、2個で大丈夫です。はい。2杯分だから3杯入れるわ。3杯入れるわ。3杯入れます。僕のおうちカフェは一人で楽しむもんなんで、一人なんでお願いします。はい。わお。こういう TikTok あるよ。こういうなんか水の中にやるやつ TikTok あるよね。もう1杯でこんな感じ。あ、待って。アールグレイだ。これがアールグレイなんだ。なんか一般的な紅茶って感じ。めっちゃアールグレイだわ。2杯でしょ。まあでも3杯で、まあ 1.5、まあ、計算わかんないけど、まあいいでしょ。ちょっと混ぜまーす。スプーンとか持ってくる考えはありませんでした。オッケー。で、この氷皿に、で、本当は、その他のインスタとか載せる方はめっちゃ可愛いの、そのディズニーのキャラクターとかあったんですけど、僕なくて、まあでもこの、なんか、四角く、まあなんか、でも普通に四角い氷でも可愛いなと思って、で、今回別に妥協してないよ。別に妥協はしてないけど、まあ、このままいきます。はい。入れます。あ、でもその、凍ってほしいんで、はい。可愛いね。あ！入れすぎた。あ、そっか、こうすればいいんだ。こうして。何も見えない。待って、僕の足見えちゃった。こうやってやって、下の段に行かせます。もういいか、全部入れればいいんだよ。え、待って、やばい。3杯。あ、待って、やばい。Oh my god。オーマイガー、ピタピタになっちゃった。紅茶がいっぱいになったら、ストローで捨てていくよ、うん。で、この紅茶氷の元を閉めます。閉めて、冷凍庫に入れて、凍らせます。いってらっしゃーい。次の日。はい、というわけで、紅茶氷できました。こんな感じです。ウー。はい、これを、あ、もう外れるわ。こんな感じ。あ、でかっ。でかいやつできたんですけど、で、最初作った時は、これをちっちゃくしようと思ったんですけど、このコップに1個ボーン、あ、2つぐらいポーンっていっても、可愛いかなと思ったので、これ、このまま入れていきます。別にめんどくさいからっていうわけではなくて、普通にその方が可愛いかなと思ってやっていきます。出します。出します。おぉ。え、いいじゃん。おう。めっちゃ紅茶匂いする、部屋の中が。あお。こんな感じで。で、ここに牛乳入れていきます。わお。え、大丈夫？まあでも、まあね、まあね、まあね、まだまだまだ。こんな感じで。バシャ！こんな感じで可愛い感じで撮ったんですけど、この写真2枚並べてるのはそんなに意味ないです。意味ないです。はい、では飲んでいきたいと思います。いただきます。何こう、なんか濃すぎず薄すぎずみたいな、ちょっと中途半端になってしまったんですけど、まずくはない。もっと溶ければ可愛いのかな。どうなんだろう。こんな感じで、なんか正直言うと、牛乳に 0.5 ミリ紅茶がいるのかなって感じ。まあその牛乳だけの味じゃないけど、ほぼ牛乳
まあでもそのおうちカフェってその味も大事だけど、その写真もその可愛い感じの写真が撮れれば、その第一希望、第一なんか OK って感じだから、まあ、可愛かったから OK です。はい、というわけで今回は紅茶氷作ってみました。どうだったでしょうか。なんかもっと丸い氷とか、なんかハートとか、なんかミッキーとか良かったんですけど、まあそれはまあ諦めたんですけど、まあ楽しかったです。じゃあみんなも作ってみてね。じゃあ、氷紅茶、ん?紅茶、紅茶氷、バイバーイ。アルレイ。